ということで皆様こんばんは、ふさおでございます。さあ本日もミストサバイバル引き続きやっていきたいと思います。前回ですね、このパスコードのロックがかかった扉来ました。ただ何を押しても反応しないですね。やっぱ電池ないで、ピックアップに電池積んでたかな。ドライバーもない。あ、ドライバーは1本持ってますね。電池だな、電池2個、電池2個ですね。とりあえず番号も分かんないんで、ちょっと周り漁っていきますか。って、何、なんでこうトランク浮いてるの。えっ、トランクが浮いてる、何これ、どうしよう。なんか家具かなんかがロードされてないのかな、ここにあるはずの。今ログアウトした後にログインし直してるんで、だからロードしてないだけかな。ここは漁って、はい、開けます。AK がある。注射器。え、あ、持てない。え、どうしよう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 。とりあえずフルーツ缶食べましょう。あれっすかね、立てこもってここで死んじゃった的なやつかな。ジーンズはまあいいでしょ。とりあえず AK はフルーツ食べたんで回収できたので OK と。よしよしよし。この辺はもうないですね。何番だろうな、番号。あ、これは外ですね。こっちはここ全く家具がないんですけど、もともとこういう部屋なのかな。この扉の裏手の部屋じゃ、だからさ、家具が一個もないんですよね。ロードされてないだけかな。とりあえずカバンはマジでありがたい。全部アイテムが浮いてるんだけどな。とりあえずここ置いて、こっちにアイテム移しときましょう。よし、 OK。 まだここもアイテムが全部浮いてるんだよ。多分家具がロードされてないだけだよ。ロードバグみたいな感じになっちゃってますけど、回収できそうなアイテムは、あ、ロックピックあった。回収できそうなアイテムは、今拾ったロックピックじゃ無理かな。開けれないのかな。どこに番号なんてないっすよね。それらしい、それらしい暗号が。何番だろう。大概こういうのって現地にあったりしません？それないんですよね。このカバンをですよ、車があるところに落としといて、電池持ってきてないんすよね。私ピックアップにたまたま積んでたりしないかな。これで乗っけておいて、あ、そうだ、しかも一回ログアウトしてるんですよ前回で。今別日で収録してるんですけど、まだログインし直すと敵復活するの忘れてた。登ってこれなさそうだから、一撃当てて、二撃当てる。どこ来る、どこ来る。あー、そこ入り、あ、当たるな。あー、ちょっと待てよ。あー、ちょっと待って、なんか当たるところと当たらないところが、血しぶきが、あ、ダメだな、当たんないですね。これどうすっか、これちょっとこうからそろりそろりいったらどう。あー、回ってくる、やばい、動き早いな。あ、あ、そっち来るのね。あ、そこ大丈夫、そこずっと、あ、ここずっと俺のターン。いやよし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 、そこならいいよ、そこならまだ来るでしょ。よし、 OK。 あとは確かもう一匹ここ強いな。あ、いる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 、来た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 、ここ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 、いやはい、どうもどうもどうも、見切りました、見切りました、ありがとうございます。何度来たって、この人たち死んだふりするんですよ。まだ来るか、こうもがいてるだけで起き上がる。いや、まだ生きてるな。やっていきましょうか、これどう。いやーし、今日はカニ鍋かな。飛び散る、あー、もう持てない、カニ爪持てないな。これてか、カニ爪って何に使うんですかね。とりあえず2個は回収できないですけど、これ結構重要アイテムなんですか。とりあえず車こっちに回しますか。よし、これトランク積んだでしょ。で、電池はやっぱり持ってきてない。電池ないよね、電池持ってきてないですよね。しかもアイテムパンパンだし、どうしようかな。1回取りに帰るしかないんですけど、どちらにしろまだちょっと番号が分かんないんで、こっち側ぐるっと今回ってみたんですよね。あ、奥回ってないか、奥教会とかお店まだありますね。ちょっとここら辺
ざっと探索しますか。左側のこの町、今ざっくり探索したっていうか回ったんですけど、入れないですね、家の中に。そもそもないな、それらしいものは。これ右のこっちのエリアですかね。ここは、ブラックスミッシング、スミッシュ、あ、ここ入れるわ。あ、夜間、夜間持てる。いや持てないか、夜間。あ、ボックスあった。あ、これは今ありがたいですね。ボックスしまってきましょう。とりあえず外置いといて一個。奥にもねボックスあったんですよ。これ、これもそうじゃない。あー、これもありますね。あー、オッケーオッケー。ここめちゃくちゃボックス手に入るじゃないですか。ナイスすぎる。今もちょっとアイテムパンパンなんで、これはマジでありがたい。ついでに電池2個落ちてないかないよな、戻んなきゃいけないだろうなこれきっとな。電池きた、電池ナイスありがてえ、マジで。これで拠点戻らなくてもいいよ。なんだこのでかい箱。わっ、いろいろ入ってる。え、防弾チョッキ、私、あ、ちょうど着てないじゃないですか。ナイス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 揃いますね、ここ。これはマジでありがたい。てか電池2個がマジでありがたいよかった、新しい形の箱見つけました。この店めっちゃいいぞ。オッケーオッケー。あと番号だけですね。問題、何番、何番かっすわ問題は。あー、パトカーとなってる。乗りたい、パトカー。パトカーなんかない？あ、すごい、初めて見ますねパトカー。あー、助手席ボックスは開けれないんですね。トランクは何もない。ってことはここは警察署みたいな感じ。ここ、ストリックなんとかなんとかって書いてありますね。警察署っぽい。ここに暗証番号、あーっと歯車ないっす。ありそうですね。ペースがもう我先に顔突っ込んでますね。あー、ロッカーあるぜ。これバール、あ、持ってきてますね。オープンしましょう。はい。いやー、防弾チョッキはマジでありがたい。で、ここに拾ったアイテムで使わないやつはどんどんしまい。ロッカーマジでありがたい、このタイミング。今ちょっとパンパンのアイテムパンパンなんで、これはしまっておきましょう、どんどん。OK、ここは？お、何これ？サプレッサー !16!16 サプレッサー。これなんだろうな、アサルトとかかな。サプレッサーでもアサルト、ハンドガンとかモディファイできないかな。あ、ハンドガンはモディファイできないんだ。アサルトしかできないんです。サプレッサー、あー、サプレッサーの種類変えれる。こっちのサプレッサー、サプレッサー11っていうのはもともと前拾ったんでつけてたんですけど、これ今サプレッサー16っていうのが使える。これ何が違うんだろうとりあえず16のサプレッサー使ってみましょうか、せっかくなんで。見た目の問題かなこれ。こっちどう。あ、うん、ちょっと見た目がスマートになった感じっていうか、これね、どうや、おお、めちゃくちゃ溜まる、めちゃくちゃ溜まるわ。これは、開けれる。おっと、なんだ、ここはなんだ、これは、タバコあって、骸骨あって、ジーンズあって、フルーツ缶あって、え、特に、え、ちょっと待って、これは、牢屋、特に何かあるわけじゃない。ちょっと、雲行き怪しくなって、ちょっと待てよ。これあれじゃないか、ペース、ひょっとしてこんなこんな状況でミストイベント発生しそうな雰囲気出てませんねえ。この状況で、この状況でミスト、嘘だろ、この状況でミストイベント、やばい、ミストイベント始まっちゃった、始まっちゃった。とりあえず、いや、ちょっとめっちゃロッカーある、ここ。あ、でもこれ持てないロッカーなんだね。特に何か、ここ郵便局かなんかかな。引き出しは反応しないですね。いや、番号どこだろう、壁とかそれらしいもうないですもんね。とりあえずちょっとミストイベントこなしますね。はい、続きまして、はい、ミストイベント終了かな。あー、もう一匹ちょっと残党がいますけど、あー、オオカミとあのゾンビは多分日光で焼けるでしょう。とりあえずこれアイテム回収していきたいな。お、ナイス、これはありがたい。あー、電子部品、いいもんもんじゃんじゃん。ゾンビ、なに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 、あ、ガンパウダー、これはありがたいですね。奥にオオカミいて、オオカミやっつけて、はい、オッケー。ちょっとこれペスのご飯だな。ペス、ご飯できたよ、ご飯。でも番号らしい番号ないんすよね。どこにあるんだ、これ掲示板とかなんかそれっぽい番号があるわけじゃないしな。
参りましたね、ちょっと。お、どうした、ペス。あ、あれ、ここ入れる。あー、出た。ドクドクいってないし、ガスないね。うわー、ここにもあれがある、例のガスマスクあるじゃない。ナイスです。あった、これじゃない。これだろ、パスコード。出たー、7181、ここにもドクドクがある。やばい、ここにあったら7181、これがそうでしょ、パスコードでしょ。これ拾えた。あとは、あー、火炎瓶とかも一応落ちてるんすね。あ、ここめちゃくちゃアイテム落ちてるじゃないですか、教会の中。はい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 、7181ね、7181。ナイス、ペス。ペースがここ突っ切って入れなかったら分かんなかったわ。よし、ペース行くぞ。雨がすごいけど、パスコードだ、パスコード。バーの上上がって7181、ここね、ロックで電池を、チャージバッテリー3分、はい、チャージします。さて、電気ついた、7181、どうだ。出た、よっぽ、ロッカー、よっつ、持ちきれないほどロッカーのペース。あー、指やがって、この下持てなくて、あとは周りは何にもないかな。やばい、オープン。いいじゃないですか。いや、今アイテムの、あー、弾めっちゃ手に入る。ありがてえ。いや、もうこれね、あのストレージが増えることが一番ありがたい。あー、オッケー、ここはロックですね。バールでこじ開けましょう。中身は、あ、いいじゃないですか。何これ、出た、 AK のドラムマガジン、やばなんとか詰め込んだぞ。おじさん人形とこの間にもカバン入れてちょっとこれはね、ロッカー、あ、やばい、あ、挟まった。え、なに、挟まった、え、ちょっと待って、やばい、挟まった、やばい、欲張ったら挟まった、ちょっと待って、どうした、びっくりした、抜け出せた、欲張りセットにしたらちょっとこれ見てよこれ、あ、やばい、ロッカーが、あ、オッケー、ロッカー4つに、こっちロッカー3つで、おじさんに箱、これ飛び出てるけど大丈夫かな。これおじさんちゃんと乗ってる判定になるかな。これパスコード押したらめちゃくちゃロッカー出てきちゃったんで、頑張って全部積んだんですけど、荷物これ限界です。さあ、ちょっとこれでペース一回、これで無事にバックしたら分かるんだよね。あ、やばい、ペースの餌がちょっと待てよ、こうして降りて、あー、乗ってますね。オッケー。あとは問題はペースの餌だな。ペースの餌はちょっとさすがに無理かも。どう、これで、おー、ケルどうよ、これじゃね、これ欲張りセット完成じゃない、これ。なんとか乗りましたねはみ出まくってるけどよし、今回このオールドウエストタウンでだいぶ集まりましたね、これ。よし、ペース帰ろう。